初心者の初心者による初心者のためのクラクラ実況。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回ですね、もう誰もが知っているであろう、もうクラッシュオブクラウンですね、4ヶ月ぐらいやっていれば見たことないわけない、そんな配置を紹介、いやというかこの配置は弱いということについて喋っていきたいと思います。早速その問題の配置について紹介していきましょう。この配置です、ドン。この配置なんですけれども、もうね皆さん、まあゴールドリーグ2とかゴールド1とか3、まあゴールドリーグですよ、ゴールドリーグにいて50回検索したら1回は出てくるような、もうとんでもなく、まあ、ちょっとそれは持ったかな、100回に1回は出てくるような、本当に有名すぎるというか、なんかもう超デフォルト配置みたいになってますけれども、この配置、やはりなぜこの配置が流行ったかというと、やはりそのタンホル6とか7の時代に、そのジャイアントブームといいますか、ジャイヒーブームですよね。そうした時にやはりジャイアントを迷路にね、こうジャイアントを誘導するという配置が結構流行るわけですよ。そこでまあ投下型とかですね、まあ、迷路型配置っていうのは結構その有名になりやすいというかなるんですけれども、この配置は極端なまあ迷路配置ですよね。まあ、本当にもうあからさまに迷路になっていると。それ何が、まあ、実際のところジャイアントは確実にまあ回るんですよ。しかしそのね、普通ジャイヒーってウォールブレイカーを、まあ、5、6体積んでいるわけですね。ウォールブレイカーでポインターを出しましょう。はい、このね、例えば、まあ、この、まあ、攻略法になってしまうんですけれども、まあ、普通にこの左端から攻めるとしたら、もうジャイアントここで 2、3体出すわけですよ。そして、大砲やウィザード、そしてアーチャータワーのそのターゲットを取らせた後にウォールブレイカーをまあ流し込めばここが開きますよね。その後に、でも最初に出したそのジャイアント 2、3体はまあもちろんこういってしまうんですよ。もうしょうがないです、それは。しかしここをもう開いたからにはもうジャイアントを流し込めばいいと。そしてまあさらにウォールブレイカーを積んでこう中に侵入できるということで、非常にもうね、もう有名で、さらなおかつもう完全にもう攻略できてしまうような配置ですね。この配置が適用するのは、やはりタンホール6とかに上げたてのまだジャイヒーを知らないっていうか、ジャイヒーをそのタンホール5の時代とかにジャイヒーでやられまくって、なんだこの最強のなんかもう変な組み合わせはと思って、ダンホール6になってジャイヒーをやってみた。それだけでもウォールブレイカーのその使い方というか、そのね、ちゃんとターゲットを取ったり、ウォールブレイカーのその使い方わからない人に対しては非常にもう強いというか、まあ迷路型、投下型のようなその極端な迷路をすることができますね。しかしもうね、ターホール7でジャイヒーする人はあんまりいないかもしれませんけれども、まあ、ターホール7で、もうこの村を攻めるとなると、ターホール7からターホール8で格上の関係であるのにもかかわらず、もう余裕でもう取れてしまう、そんな配置ですね。なのでまあ、この配置は本当にねやめた方がいいですよ。タンホール8はもっといろいろなね、まあ、強い配置があるので、ここの分の壁が非常にもったいない。まあジャイアント回らせるっていうことはまあねちょっとはできますけれども、見てください、この配置ですと、まあトロフィー品のね守るベースですけれども、まあそのやはり資源がもうね、この迷路だけ、迷路攻略しちゃったら資源がもうもうすぐですからね。なのでやはりその資源の防衛力のなさといいますか、非常にこの配置ですともうジャイヒーにしか対応できない、さらにジャイヒーにもちょっと、そのジャイアントの教養といいますか、ちょっと知識があるというか、ちょっとクラクラを分かった人、ちょっとですよ、本当にちょっとにちょっとクラクラを知っている人であればもう一瞬で攻略できてしまう、そんな配置なので、もう本当にまあ有名なのはしょうがないですけれどもね、まあこの有名配置はやめた方がいいということでした。ということで、まあ、今回はね、タンホール8の、まあ、この、ね、動画を視聴してくれているリスナーさんの中にも今この配置をしている方多分いると思いますので、それだけ本当有名なのでね、ぜひ他の配置、私いろんなタンホール8の、配置とか出しておりますので、そちらをまあご覧にいただければなと思います。そしてですね、よくツイッターとかでそのタンホール8から迫撃砲が4つ置けるようになりましたよね。よくいただくのがこの配置、まあ、画像があって、この配置でタンホール、8でですよ、迫撃砲4つ編成、なおかつスケルトントラップを有効活用する配置を教えてくださいとかを もらうんですけれども、その迫撃砲4つのはやっぱ考え直さなくちゃいけないなと思ってて、以前の配置はまあ全く使えないというわけではないですけれども、まあちょっと改良の余地がありますよね。
で、その配置を考える上に、やはりバランスの取れた配置が非常に重要ですね。なので迫撃砲はもういい感じに4つ分裂させる。まあこれ出したらまあ1,2,3,4 みたいな感じで、こう迫撃砲が偏りなく機能するようにやっていけばいいと思います。まあこのクラッシュオブクランはね、その自分で配置を考えて、そしてその防衛してここが悪いなという村のですね、まあ、配置育成もありつつ、その配置を楽しむというゲームなので、まあ、テンプレ配置にこだわってはいけないと思いますよ。本当、まあ、テンプレを、まあ、私もタウンホール7とかの時代とか本当テンプレゲーだとか思ってましたけれども、テンプレから自分なりに派生していくのがやっぱこのゲームの本当に面白いところだと思うので、ぜひ皆さんも考えてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。